ちはやちゃん。寒いな。別館があるとは。結構広いぞ、この学校。大丈夫か？平気。別館にも職員用とかのトイレがあればいいんだが。この柵を越えれば校舎外に出られそうだな。だがなんだ、この見渡す限りの樹海は校舎の外周をぐるっと囲む。とにかくまずはこいつを何とかしてやる。よし、行こう。なんだ。お兄ちゃん、痛い。頭が割れそう。俺もだ。ここは長居するとヤバそうだな。向こうの校舎の方がまだ安全な感じ。やだ。仕方ないか、一緒にいるから。
ここもダメか。
ああ、話しかけてみようよ。俺たちは如月学園って学校の生徒なんだけど、クラスのやつらとおまじないをしていたら気がつくとここに拉致られてたんだが、けれども私たちの存在は小さな小さな命の融合体、その場に居合わせた鳥たちはいつ有象無象の波に飲まれて、私の体はただ浮き沈みを繰り返す。幸子の気持ちはとても嬉しい、だけどそれ以上の行いはただ悲しみを満たすだけ。二度と来ない。けれども私たちの俺たち以外にも、うん、よし。すまない、急に話しかけて。俺たちは貴様生きている人を見つけてもみんなこの旧校舎。また地震か。大丈夫だ、収まったぞ。さあ、
無理するなって。渡り廊下の校舎の外なら大丈夫だろ。よし、行ってきな。柵はあるけど、乗り越え、何かあったら大声で呼べよ。
君は、まったく、頭がおかしくなりそうだね。ん？お兄ちゃん。かわいそうに。いえ、あの、どうして逃げるん、どうして逃げるんだ。どうして逃げるんだい。
どうして逃げるんだ。怪我はないかい？私は。そう。僕は刻み優也。白檀校。ゆかちゃんと言ったね。禁断のおまじないで、こ。そうか。一緒なの。かわいそうにね。妹。うん。よかったら一緒においで。生きているものはできるだけ。ひとま、僕の妹も君の一緒に探してくれるかい？お兄ちゃんを。わかった。大丈夫かい？ゆかちゃん、子供たちの幽霊は見たかい？校内の張り紙やダイイングメッセージを、あの子供たちを殺害した大人の鉄槌を持った大きな男の僕の仲間も何人も何人も何人もとにかく僕の妹と君の鬼
これじゃ通れないな。よし。すごい。これじゃ通れない。田中。Thank you.
これじゃ通れないな。どうしたんだ？なんだ？ひょっ、あ、急ごうか。でも、どこも使えなかった気がする。入れそうだね。じゃあ。黒崎。ああ。やっと生きてる奴に会え。参ったよな。校舎の外も外に出ると迷ってこの校舎に戻ってくることすら一体ここはどこなん。もう帰れないかもしれない。お前。ああ。
俺ビビっちまってよ。目にする死体の数が決まってるとしたらさ、もう俺一生分超えた数の死体見ちまった気がするよ。美月さん、彼氏に四股かけられててさ、だから俺授業中に面白メールいっぱい送って、そしたら休み時間にありがとうってメールくれたんだよ。あの子供の幽霊たちに殺された。刻み？ぐっぐっぐっ。キーザー！ここではあいつらに殺されるのも俺どうせ。気を失っていたのか。